NTT ジャパンラグビーリーグワン2022ディビジョン1第9節です。今ゆっくりとこれセカンドジャージになります。白をベースとしたジャージがビジターチームです。 NTT ドコモレッドハリケーンズ大阪。さあ続いてこちらもゆっくり入場が横浜キャノンイーグルスです。キャプテン田村優を先頭にです。急遽出場することになりました。クロスキックオープンサイドいいところ、ナイスキャッチ。ここから高山好調です。足にかけていいサポート、さすがこのソクリエル。足にかけたロックオンではないかどうか、うー届いたか。これ人類の歴史では同時ですね、これね。まあその括りのがそうテクノロジーがない時代は梶原さん、はいはい、判定できました、はい、赤と白ははい、同時にグラウンディングをしているように見えますが、いかがでしょうか。まあ、今聞こえたようにノートライ、同時に抑えたということでした。そして庭井のスローです。んちょっと見られた。リアキモリキップ。さあ安井から松井を入れます。新井光輝ボールくれくれと、もう早くも2つボール持ってます、うん、来ましたね、甘え出ました。さあリズム出た、いいところ開きながらもらった。 SP マレーダッジング踏んで離したボール、どっち、自分に入ってきた。さあノックオンその手があったかどうか。スローフォワード、パスがスローフォワードだったようです。先ほどちょっとスロー乱れたところリアキモリがキャッチ。ここは長いスロー、ドンダイク、うわあと1メートル左サイド、どうだリアキモリねじ込む、あ出た、見えてますね。さあ山須がどうするか。いや再びファンダイク、6番ファンダイクが押し込む、回り込んでトライ、レフリー確認できました。ホーバスファンダイクです。ここまで全7試合フル出場中のファンダイク、リーグワン2トライ目です。さあコンバージョンも決まって7対0となります。横浜イーグルスが先制、ホストチームです。レッドハリケーンズ、本当にこういうセットのから簡単なプレーで、まあ、この中では難しいんですけど、うん、パスを少なくこう取りたいですね、まあ、モールが一番いいんですけど。石川もここに入っています。そして13番のキム・ヨンジも入っている、届かないか、左サイドトライ、さあ取ってきました。初めて敵陣深くに入ってきてのトライです。モールをまあしっかり組んだ。さあ安井龍太ループもう一つ深く、いや立体的なアタックで選ばれた。さあつながった SP マレー。いや連続の2トライありましたが、そこから久々前半終了間際取ってきました。3トライ目です。今日は田村優の、まあ、足の怪我もあってプレースキックは SP マレー、自らのトライ、コンバージョンキック、これが決まって前半終了です。21対5での折り返しとなります。リードは横浜キャノンイーグルス、まあ、小倉純平選手が今日控えに回っています。わあもう今もスタンドパスになりましたが、それがちょっと低いボールですが浮かしたところ山須が、これよく止めた。そうですね、これは大きいですよ。ここ今長身のアイラポール止めた。イーグルスは試合決めるスコアです。まさにどちらが先に取るかというところです。ホーバスファンダイク、ここはどうだ、うおよく止めました。2人がかりボール見えた、山須賀がさばきます。リアキモリ戻して入った。さあトライライン越えました。後半最初に取ったのも横浜キャノンイーグルス、リードを広げます。ボール生きたままプレーできるか。さあ内野手が今立ち上がります。仕留めるところで使いたい。内野がもう一つサイド一発で取れるかどうか。左サイド抑えた、きた、取ってきました。すぐに取り返しました。レッドハリケーンズ大阪です。内野類のトライ。さあコンバージョンキックも決めました。さらに2点を追加します。12点です。リズムに乗った攻撃が出せるかどうか。少しテンポよくなりましたね、はい、高いキック。さあコンテンションさせるキック、伸びすぎたかな。これがどっちに、どっちだ、おい入った、胸にボール、タイナーボールです。そのままいけそうです。大股のストライドで取ってきました。レッドハリケーンズ抑えたのはロック、タイナーボールです。
こう低めかなという、そのキャリアとしてはそうだと思いますね、はい、さあ決まりましたコンバージョンキックです。川向こうです。これで2点を追加、19点とします。ファンダイクに合わせます。まあ、今日前半特に苦しかったラインアウトですが確実にこうキャッチしています。後半に入って、おお、そのまま五十嵐持っていった、五十嵐のトライです。66点。さあ勝利に向けて一歩踏み出すトライとなりました。33対19。わあ難しいところですがしっかりと決めてきました。さらに2点を追加、35対19とします。ボール、ここで取り切ればもう一つまた勢いが戻ってきます。さあ1対1内側にもう一人いた、吉澤取り切った。さあまだ分かりません。レッドハリケーンズ大阪この時間取ってきました。残り10分になるところでもう一つトライを返します。24点。どんな時でもこっちから同じように発揮する。アドバンテージも出ていますイーグルスに。アニセ、アニセサムエラ、ボール見えた、走り込んでくる、バックスだった小倉、来ました。ジェシー・クリエルが最後仕留めました。新井光輝、小倉、フラットなところちょっとつながらないが、 SP マレー後ろから舐めるようにサポートしているが南橋ですが、おお強い高山、新井少し引っ張ってリターンしたところ走り込んできた。さあ巻山の木今日2本目のトライです。試合が決まりました。コンバージョンキックも決まってさらに2点を追加します。49対24となりました。さあ観客席からも手拍子が起こります。ラストワンプレー、蹴り出すのは小倉、優しく柔らかく観客席にボールを蹴り込みました。ここでノーサイドとなりました。横浜キャノンイーグルスが49対24で NTT ドコモレッドハリケーンズ大阪を下しました。ホーバス・ファンダイク選手です。ホーバス・ファンダイクがプレイヤーオブザマッチに選ばれました。さあ今日の試合も含めて全試合フル出場中という、応援ありがとうございます。藤原さん本当に、あ、この今応援の ね、 ね、報道もありますし、渋いですね、この人応援するって、いや分かってます ね、もうチームにとって本当に欠かせない頼りになる男です。コーバス・ファンダイク、南アフリカ出身の27歳です。